横浜城は青森県下北半島の中間部道の区湾に面した町である。下北半島の中間部に位置し、西を道の区湾に東を吹き越え星、金津山等の山岳地帯に囲まれる。長く伸びる浜があり、奥方向には山々が遮っているため細長い地形から自然についた地名と思われる。横浜自体はアイヌ語起源ではないが、 字の名前には、アイネゴ起源のものもある。例えば、鳥沢は古くワニヤチヤ、またはニワチャであり、アイネゴ起源と考えられている。町内から縄文土器をはじめとする遺物が発掘されていることから、戦士の頃よりこの地に人が住んでいたことがわかる。現在の38カミ北地方は、古くはぬかの部群と呼ばれる地域の一部であった。文治5年。 南部三郎高校、ぬかのぶ五軍に封ぜられる。ただし、この頃、ぬかのぶうそりは、安藤氏に、支配されていたようだ。交渉2年、柿崎クランドの乱に巻き込まれる。東北太平記にある、下北津には、城塞として、横平城、横浜影絵の名が見える。工事元年、南部市の初夜である七高校朝喜びの子喜び即、横浜貫守となり、 横浜市を名乗る。経図によると、横浜左衛門の城、喜び足横浜望用紙と記事がある。文禄2年、文禄の役。名古屋人中の南部の部の書状に、野平寺横浜にて江戸船はまた作りこう、とあり、横浜で造船が行われていたことが伺える。江戸時代より、天然ヒの木また入り生子を中心とした。 海産物の情報貿易により繁栄を迎える。越前三国の吉左衛門という商人が横浜により、隅、色のという紺色木綿を檜材と交換していた。幕末の森岡下半し、漆戸刺激の北欧露天器は横浜に研究し、曰く横浜旧家村という、倉庫数89件、出入り口に柵あり、檜ノキサメの道義、 幅7寸長さ4尺のもの4枚を大阪木綿一端と交換とある。地元のものはこの規定サイズのヒノキ板を寸法と呼び大阪木綿を寸木と呼んでいる。昭和末期でも地元の人は木綿布を買い求めるときに寸木と呼んでいたという。横浜は北軍4宿場の一つであり宿や給水所、考察場が設けられていた。 官営11年、ぬかの部軍分割。官文4年、南部藩断絶し、森岡藩と八戸藩に分割。天那2年、南部領内の管轄改正。横浜八葛村は、北軍のヘジ通り、横浜村村となる。17世紀末頃に書かれた古文書が横浜に伝わっており、横浜家文書と呼ばれている。これによると、かつて、泊川左近、またの名を、 横浜左近なる者が、泊まり川に感を持っていた。柿崎市と婚姻関係を結んでいたという。この横浜左近が、南部七の平景の横浜市であったのか、それとも喜び足が横浜に入る前の地元の土豪の、系統であったのかはわからないが、横浜は互いに対立している柿崎市と南部市に、挟まれ微妙な立地であったことが伺える。また、横浜家文書は、 横浜が衰退した様子について述べている。この頃、横浜八家村の檜は切り尽くして養木ばかりとなった。ついに法歴13年、伐採は藩の役人に厳しく規制されることとなった。こうして、檜の,の出材料は激減し、他国の商人は材木取引から手を引くことになる。明治2年、母親戦争に伴う森岡藩の原法権。 設置布告合図藩店舗を経て、北軍は都南藩領の一部となる。明治4年、廃藩地県の証書により、横浜村は都南県に入る。同年、都南県が広崎県に吸収され、さらに青森県に解消。明治24年、東北本線が開業し、江戸へ渡る旅客は、東北本線で青森へ出られるようになり、 ノヘジを含む田辺街道沿いの町の重要性はぐっと低下した。古くよりシリア先は海の難所であることが問題視されていた。南部藩では遠方元年1673年に下北半島を横断する運河を改作する計画が持ち上がり、三ルートについて調査が行われた。そのうちの一つが、 横浜マイナス六箇所村白博館を運河でつなぐというものであった。三ルートとも計画のみで終わっている。明治26年、高田露伴、恐れ山山系の折横浜を通り、鎮島山水に気候を記す。主に男性は北海道方面の漁老に出稼ぎし、農業は女性中心の反農反漁の生活であったため、 昭和に入っても自家用作物を確保するのが精一杯で農業の技術進歩が見られなかった。昭和の大協作の後の1932年に農業経済構成指定村に指定され村長自ら式を取り農業の効率改善に努めた。この時に菜種を導入したのが今の菜の花栽培の始まりである。林村の六ヶ所村ともに野辺地町とのつながりが強いが、 平成の大合併で、むつ市を中心としたむつ市も北地域合併協議会に参加。合併後の審議会定数をめぐる対立等にて、大間町脱退に伴い協議会が廃止された。横浜町日野木淡田神社には、八幡太郎義家の伝説がある。1053年、安倍貞党らの恵比寿征伐の帰り、源氏の軍団が乗った船が大嵐にあった。 そこで、源の義家が弓で波を五つ,つ祈ると、死刑が収まった。義家がいた波は後に、軽石となって、浜に上がったと言われ、そのあたりの浜を、源氏が、裏と呼び、その浜に軽石を身体とする八幡田神社を、肝心したという。故にこの神社は、軽石八幡田神社とも称されている。祭神本田分けの村。常略元年肝心。 元禄4年の由来書によると、敵の放棄で戦乱となり、村人が離散して祭祀とぎれ偶者水防していたが、元族院という山伏が復興したという。また国の重要無形民族文化財に指定されている農、脳、舞が伝わっており、18面の能面が、同神社に保存されている。また、県無形民族文化財指定の獅子舞、神楽などが、 八幡神社礼大祭で披露される。特産品、編集生産場編集平成27年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、7.09%減の4535人で、あり、増減率は、県下40市町村中21位。中学校、編集小学校、編集道の区横浜駅、菜の花フェスティバル、編集。 ありがとうございます。